皆さん、こんばんは。今日の配信は私とちさでお送りします。楽しい時間にしましょう。ぜひぜひ最後まで見ていってくださいね。よろしくお願いします。お、ちさどうしたの？今日はやけに上機嫌じゃん。バレた？いや、さっき地元の友達から連絡があったの。キュールーム楽しみにしてるって。そうなの？私も一緒。地元の友達から見てるよって連絡来たんだよね。ああ、そういえばお互い上京組だったわね。リコは兵庫だっけ？うん、神戸だよ。ん？兵庫と神戸って何か違うの？ああ、違うっていうか、神戸って言いたいこの気持ちわかんないかな。そうか。そうなんだ。そういえばさ、ちさは方言とかで苦労しなかった？私はそうでもなかったかな。演劇やってたのもあるけど、アニメもたくさん見てたし、標準語に慣れてたのかも。そっか。いや、私もそりゃね、こんな仕事やろうって思うくらいだし、そこそこ標準語には自信あったんだけどさ、数字の発音とか結構苦労したんだよね。そうなんだ。うん、例えば誕生日は9月28日です。あ、確かにイントネーションが違うかも。でしょ？だから私はちゃんと誕生日すらも言えないのかって泣きそうになったよ。なるほどね。あー、見て、みんなわかるって言ってくれてる。ほんとだ。いやー、地方出身あるあるだよね。っていうか、見てくれてる人の中で関西の人ってどれくらいいるんだろう。それこそ兵庫の人って。あ、結構いるじゃない。こんなに見てくれてるなんて、みんなありがとう。じゃあ私も新潟の人。いるじゃんいるじゃん。さすがに兵庫に比べると少ないかな。でもすごく嬉しい。おお、イタリアン？どういうこと？そうそう。なにそれ？あら、リコも見たことあるわよ。よくユズハに作ってあげてるから。え、それって焼きそばにトマトソースかけたみたいなやつ？そう。あれ、イタリアンって言うんだ。変なもの食べてるなって思ってたんだよね。こら。あの子たちに人気なのよ。へえ、いいな。私も食べてみたい。いいわよ、今度作ってあげる。やったー。じゃあ私もお返ししないとね。神戸と言ったら何がいいかな。神戸牛とか？いやいやいや、さすがにそれは無理でしょう。冗談よ冗談。でもなんかこんな話してると実家が恋しくなるわね。そうだね。まあ連絡取ってはいるけどさ、たまには直接顔を合わせて話したいよね。ねえ。でもまだまだここでやることがたくさんあるし。そうね、甘えたことなんて言ってられない。踏ん張らないと。うん、お互い頑張ろう。おあ、皆さんありがとうございます。うわー、応援ありがとう。私たちこれからもたくさん頑張るよ。温かいメッセージ、いつも本当に励みになってます。これからもよろしくお願いしますね。と、それじゃあそろそろこの辺で。明日は春菜とメイね。皆さんお楽しみに。それじゃあまた。